川崎港を国際貿易港として発展させる一方、市民生活に直結した市民の港を建設しようと、このほど市営埠頭で市長をはじめ工事関係者多数が出席して起工式が行われました。この市民の港は現在の川崎港の沖700メートル先の海域を4150平方メートルの広さにわたって埋め立てるもので、総工費はおよそ1278億円を要し、昭和52年7月の完成を目指しています。この川崎新港には700トンから2500トンクラスまでの船が着岸できる合計39バースの岸壁のほか、当該工場などの移転用地、海浜公園などの憩いの場、海洋科学博物館、総合貿易センターなど幅広い内容を持った計画が盛り込まれています。こうして建設が始まった市民の港の完成が待ち望まれます。